維新の会の議員さんの話はそうですね、まあ、都構想ロス、足元ロスの議員さんもまたいらっしゃいますけども、要はやっぱりその都構想では旗印を失って、まあ、結構その、まあ、質問されている議員さんもいらっしゃるということなんですけども、今日の全体会議ということをおっしゃいますか。いや、そんな、あの要はあのお子ちゃまやないんやからしっかりせえと、いうことです、ね、そんなあのまあ君あの皆さんにはね橋本ロスだとか都構想ロスだとかやね言われることすらやねもう恥ずかしいやろと、どれだけの人にあの付託されたんやと、有権者はあのこの4月に、それだけの期待 を持ってね、何もあの都構想というのはまさに手段の話で、要は何でもええから大阪の二重行政なくして豊かな大阪作ってよと、そのために維新やったら、まあ覚悟もしてるんやろと、身を切る改革も大阪ではやったんやろと、まあ、あんたら信用するわいうことでね、まあ言うたら、大勢の人から一票一票積み重ねてもらって当選できたんやから、そんなんこの結果を受けてね、まあ、都構想ロスだとか橋本ロスだとかそういうことをメディアに言われること方が、どうなのと、もうもうお子ちゃまやないねんから、その今立ってる現実を見てね、その二択にしっかり答えよと、こういうことです。まあ、かなりお二人ともキャラクターが際立っているというか、まあ、カリスマ性のある仕事二人を仰いできたわけですけれども、今後、まあ、橋本さんも引退を宣言されているわけで、まあ、議員たちとはどういうふうな、まあ、立ち振る舞いを求められているのか。立ち振る舞いでも、要は真面目に4年間働くことですよ。もう、要はね、恐れず、ひるまずね、信じた道を、進んでいくことです、仲間もそれだけおるんやから。そのやっぱりその橋本さんであるというところもあったと思うんですけども、それについてはこうどう変わっていくんですか。いや、それはもう、やるべきことはたくさんあるわけで、大阪府市の、この大都市を、大阪府市の連携協調の中で大都市を成長させると。いう役割分担をしながらね、大都市を連携、成長させる仕事はいくらでもあります。また市議会においては、本当にあの身近なね、その医療福祉教育をいかにね、これからはね確率的なもんじゃなくて、特徴を出せるようにね、そのエリアでそういうことをね、手段手法をね、役所に、しっかりあの理事者にね、求めて変えていくと、いうところをね、やればいいんです。やればできます。要は西成特別対策が一番いいで、西成特区のようにね、西成特別扱いしたところで他の23区、不公平やって声上がってませんよ。今までやっぱり政令市24区の中でね、役所側がとにかく確率的でないと、市民の皆さんからの、不平不満があると。市民の皆さんはそれほどね、要は狭い領権じゃないと、はっきりしてるんで、各ね、エリアにおいて、特に市議会、各区で、選ばれるわけですから、要は、その、一人当たりの、財源というのね、税の財源というのは、これはね、大きく差はつけれないけど、その中でね、なんだか特色あるようなことをね、どんどん考えて、提案をして、理事者を説得し、実行できることをね、やればいいんです。そうで、じゃあ、その一つもこの大きな、まあ、どこぞみたいな、政策課題を掲げるという方針ではもう今後はひとまずはないのかな。いや、だから都構想は手段の話なんで、政策の話は別です。政策を実現するために、まあ、要は二重行政をなくしてね、
都市として一体に、一体で成長戦略を作って実行していくために手段としては都構想というその方法しか、まあ、ないわけでね、うん、だから都構想については手段の話なんで装置の話なんでね政策の話ではない。ただこの装置を今回はいやその装置は困るという、住民の皆さんの判断が出たわけでね、じゃあその装置なく、うん、どうやって、まさに、二重行政を解消し成長する大阪を作っていくのかということを考えなければならないと思いますよ、うん、そのある程度これまで その選挙も、まあ、もっと住民投票もそうですけど当然ですが、あとこそワンイシューではないですけれども、うん、そこに今絞った活動もしくは訴えをされてきたわけで、あと有権者もしくは支持者の方もそれ以外を維新の会がどういうことをやってくれるんだろうい、やそれはね違うと思いますよ。4月の統一地方選挙でも、維新 の、 公約の中に、まあ、制度は都構想ですけどもそのことによって、まあ、これをやりたいあれをやりたいというのは書き込んでますんでね、うん、だから、今までこの議会でさまざまな大阪の改革案件そして統合案件、これも提案してきたけれどもこれできなかった部分についてね、今後まさに議会の中のね、各党の協議調整の中でねどれを取りまとめていくかというところを、第一党の大阪維新の会のメンバーが汗をかくべきだと思いますね、うん、まあ、議会とかは他の高い場とも一定程度、まあ、その労災者なので、優雅的な形でやられていくかと思うんですけど、うん、まあ、そこでの維新らしさみたいなことは、うん、独自色みたいなものどのあたり、いやこれは独自色というか、こういう結果になりね今過半数がない中でね維新だけがこれじゃないと、認められないなんていうことを言い続けてもできないわけですもん、だから、その中で、要は、交渉をし、その妥協もしながらもねものを前へ進めていってもらいたいと僕はそう思いますね。まあ、らしさでいうともう改革案件は議会の改革案件は大阪ではほぼね、まあ、府議会では終わってますんで、うん、まあ、市議会の改革案件は市議会としてねやはり提案していくべきだと思います。新四国人事を見てみましても、まあ、橋本さんが引退されることを言っても、まあ、だんだんと大阪局は薄れていって、うん、通常のナショナルパーティーに近づいていくのかなと思うんですが、うん、それでも構わないという意識なんでしょうか、それともやはり大阪局は残すべきだというか、ね、いや、それはね、大阪局なんか東京局なんかは別にしてね、要は維新のその改革マインドはねこれはそれをやるために集まったわけですから、要はその決闘のその党綱領の、ね、それを忘れることなく突き進んでいただければそれでいいと思います、うん、要はその中身の話です、党綱領をちゃんとそれを誰が、執行部になろうとそれをやり遂げるために突き進めばそれでいいと思います、うん、最初の維新発作のスピリットが残っていれば大阪の影響力が下がってもそれは仕方がない、いや大阪だろうが東京だろうがそれ党の綱領というものを実現するために集まってるわけですから、大きな政治目標を掲げて集まって選挙を戦ったわけで、そこからブレると
あの一挙にそれはもう世の中の人からもう無視される存在になってしまいます。要はそれは、橋本代表というね強力なそういう、政治家がもうに対しての政治家が引っ張ってきた、これはもうまさにその通りですが、その中において一番大切な党綱領というものを作ってね、みんながそれに同意をしてこれやるじゃないかということで、集まってきたわけですから、有権者の皆さんもまあそれは橋本さんやってやってくれるやろうという思いでね、それは投票してくれた人も大勢いる。でもその中身についてもうそれはむちゃくちゃなことをね言ってるようではね、これはいくら誰がねどれだけのねリーダーが出てきてもこれはもう世の中の人に受け入れられなくなります。要は、橋本代表というそのリーダーとまさに政策の中身について、まあ支持いただけてるもんだとそう思ってるんでね、このその政策の中身の方がもう要は言ってることとやることが全くバラバラとブレるということになればそれは一挙に世の中の人の支持はもう消え去ると思いますね、だからまさにその党綱領に向けて誰がトップになろうと、そのスピリッツを、忘れずに前へ突き進んでくれればいいと思います。自身の会の、役員のところはどのようになっていくんでしょうか。いや、どのようにってまだ別にどうのこの考えておりません。一応橋本代表税関事長で、今一方のことでよろしいでしょうか。まあ今日はどうのこうのということじゃないと思います。橋本代表も僕も11月までね知事や市長の任期あるわけですから。そうすると大体任期までは、代表、幹事長を続けられるという。いやまだそこまでも決めてないし、やっぱだから、その組織の中でね、今まだ、そのそれぞれの組織どうしようこうしようなんていうのがね、議論として出てきてないわけでね、ただまあそれはどんな組織でもそうですけど、いつまでもね、固定化されてるっていうのはこれは良くないと思いますんでね、まあ、そのうちやっぱり変わっていく時代の移り変わりの中でね、変わっていくというのはありますけども、今別に今日明日どうのこうの考えてるわけではありません。よろしいでしょうか。ということで、終了させていただきます。ありがとうございました。